お疲れ様です。山本太郎さんね、毎日毎日晩酌をしてたらしいんですよ。で、一日働いた後ビール飲んで、あー美味しいみたいなね、やめられんって言ってましたね。それを凱旋かなんかでお話した時にアル中になってるって言ってましたね。毎日飲んでるからもう中毒だよねって。でも最近は飲んでないらしいんですよ。ビールを飲んじゃうと次の日本調子になるまでにちょっと時間がかかるそうなんですよ。ですんで今ビールを飲まずに健康状態を保つためにもうかなりね健康管理をしていると。で、凱旋の途中もいろんなことをね喋らないといけないから頭回転鈍らないようにラムネを噛むみたいなんですよ。パパパッと。で、ラムネを噛んで水を飲んでみたいなことを繰り返して糖分を頭に吸収させてね、で頭の回転良くしないとクイックレスポンスができないっていうふうに凱旋で言われてたんですよ。で、これから何が言えるかっていうと、まあ雨が降ったら傘を差すってことなんですよね。これどういうことかっていうと、雨が降ったらみんな傘差すと思うんですよ。で、雨が降って傘がなかったら何をするかっていうと、例えばジャンパーを脱いで頭にやったりとか、どっか家の軒下に行ってなんかね雨宿りするとか、濡れても大丈夫な人はそのままだと思いますけどね。まあ人生もそんな感じじゃないですか。何かが起きるわけなんですよ、人生には。その時に傘を用意してるか、用意してる傘を差すか、何もなければ軒下に退避するか、そういうことを繰り返しながらやっていって、どうにもできないことに対してはもうね、どうにもできないのかもしれませんけども、人の手を借りたり、あの手この手があるのかなっていうところですよね。自分の人生のオーナーっていうのはそういうことなんじゃないかなと思います。